どうもワニです。そしてこちらはうちの爬虫類館のね、3メートルの大型肉食熱帯魚水槽、ピラルクとかアローラとか、最近引き取ったコロソマとかタイガーシャベルノーズキャットとかいろいろ入っております。でこの水槽で今ね、一つ問題が発生してしまいました。それがこちら。もともとね、飼った方の水槽でなんかアリゲーターガーとかガーパイクのヒレをかじってしまうということで、まあ、問題児だということでね、放出したいということで引き取らせていただいたんですよね。でうちのこの大型肉食魚水槽に入れて、ピラルクと最初ちょっとだけ小競り合いしたんですけど、まあ、その後落ち着いて喧嘩もなく、まあ、アロワナとかともね、特に喧嘩することもなく過ごしてくれてたんですけども、ある日ね、ここに入ってたコケ取り要員のプレコ、セルフインプレコがヒレがズタボロの状態で死んじゃったんですよね。これね、今までなかったの、多分このコロソマがやったんじゃないかなと思うんですよ。で次にね、こちらのタイガーシャベルノーズキャットが最近ほら見て、この胸びれと胸びれの下の脇のお肉とか背びれもちょっと怪我してるし、この尾びれの付け根のあたりもちょっとなんかかじられたような跡があるんですよね。アロワナとかピラルクじゃね、こんな跡にはならないんで、十中八九コロソマだと思います。うちでも最初ちょっとおとなしくしてくれてましたけど、本性を表してきたというか暴れ始めてしまいました。なので今回はこの子を迎えた時にも言ってたように、この子がもう暴れ始めたら隔離しますと、違う水槽に入れますということを言ってたので、この水槽から違う水槽にお引っ越ししたいと思います。まずこの水槽も水量がありすぎて、高さ1メートルあるんですけど、こんだけ水深があると魚をね、取るのも大変なので、まず水を抜きます。水を抜いていきます。はい、じゃあこのね、ウエダーを着て海釣り用のでっかいラバーネットを使います。ラバーなんでね、あんまり魚傷つけないし、まあ大きいんでね、でっかいコロソマも救えると思います。ゲット、よし、ゲットしました。思いのほかスムーズだったな。よし、だいぶ変な折り方しちゃった。これでここにこの水槽に入ってた水を溜めて、ちょっとずつ他のこれから移す水槽の水を加えていって、その新しい水槽と古い水槽を混ぜていって、慣らしていって新しい水槽に移します。あー重たい。あー取れました。はい、このたらいに入れて、こちらの180センチ×奥行き90センチの結構、まあこれでもね、大きな水槽に入れたいと思いますので、この水槽の水をこのポンプでちょっとずつこっちに移していって水合わせをしていきます。そう、本来ね、この水槽の中に袋とか入れてちょっとずつ水合わせをするんですけども、この大きさの魚になるともう袋とか入らないんで、そういう水合わせをしていきます。はい、じゃあ水合わせ終わりましたので、このスマを移します。もう水浸しよ。よし、こちらが君の新しいお家です。こんな感じでこの180センチ×奥行き90センチの水槽で飼育をしていこうと思います。まあそんなに狭いってこともないですよね、これぐらいのサイズ感であれば。やっぱね、大型の肉食魚はね、相性とかありますんで、しっかりとね、魚の怪我の具合とか見ながら相性を考えて混泳させていかないといけませんね。本当ね、個体によって性格って魚も違うんで、その時のパワーバランスとかによっても変わったりするんで、難しいですね、非常にね。日常的な細かな観察が必要となります。
という感じで今回の動画はちょっとね荒くなり始めてしまったレッドコロスマを別の水槽に移しましたという動画でございました。まあ、コロスマがそもそもね他の人の話聞いたりしても結構あったりするんですけども他の魚を攻撃してしまうことが多めだったりするのでレッドコロスマでも全長60センチ近くぐらいまで大きくなってしまいますので、まあ、飼育するには本当に覚悟が必要な生き物ですね。まあ、そもそもね大型熱帯魚自体が飼育するのに本当に覚悟が必要な生き物ではあるんですけども改めて一般の人ではなかなか飼育できない生き物だなと思いました。皆さんもね大きくなる魚を飼育するときは相当の覚悟を持って飼育するようにしましょうね。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。